ミッツカスパルミッツカスパルは、オーストリア皇太子、ルドルフの愛人である。カスパルは女優であり、また、娼婦でもあったと見られている。カスパルは、ルドルフの一番のお気に入りの女性で、彼女に多額の贈り物をしており、死の直前にも6万グルデンを送っていた。R.H. ブルース・ロッカートは彼女を、彼の人生における真の恋人と呼んだ。カスパルは1907年に、 愛読で亡くなった。以前にルドルフはカスパルに自殺願望について話し、一緒に侵入しようと提案した。彼女はそれを断り、警察に知らせようとしたが、彼女の報告は無視された。一部の歴史家によると、カスパルはルドルフが侵入を持ちかけた最初の相手だったという。彼女が拒否したため、彼は他の愛人であるマリー・ベッツェラと侵入した。 サージ・シュメマンは次のように記している。実際、ルドルフ皇太子は、死の少なくとも半年前に自殺を考えていた。彼は最初、彼の運命を分かち合うために、彼の生涯の最愛の愛人であるミッツ・カスパルに持ちかけたが、24歳の彼女は拒否した。マイヤーリンクでのルドルフの真珠は、本、バレエ、演劇、映画などの題材となった。 1968年の映画、歌方の恋では、ファビエンヌ・ヌダリがカスパルを演じた。ありがとうございます。